はい、イントロの説明からします。まず2弦と1弦の12フレットのハーモニクス、そして5弦と4弦の7フレットのハーモニクス、そして4弦と3弦の7フレットのハーモニクス、これらを全部裏で入れます。 1 and 2 and 3 and 41 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and という流れです。そして、次からが、メインのというところです。これは2弦の12フレット、そして3弦の11フレット薬指、そして3弦の9フレット人差し指、これを、変わらない音は2弦の12フレットで、変わる音は3弦です。3弦がとなります。これに2弦が合わさるととなります。これが、2小節繰り返します。そして次、2弦の、2弦と3弦の9フレット人差し指で押さえて、2弦の10フレットを中指で待機、押さえます。そして今度は変わらない音が3弦の9フレット、そして変わる音は2弦です。変わる音がとなります。これを合わせるととなります。そして次4小節目は今の、指に薬指、これを3弦の11フレットに足しまして、これも変わらない音が3弦になります。3弦11フレット、そして2弦が となります。で合わさると、これで、メインパートが完成です。やってみます。というパートですね。ぜひ頑張ってやってみてください。それでは失礼します。